武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は高知大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、時間が90分で題文が2題出題されており、原文と古文がそれぞれ1題ずつ出される形となっております。でまず現代文についてですが、こちら漢字の書き取りから始まってですね、まあ、抜き出し問題など、記述問題、が中心になってきます。で漢字は書き読み両方、出る年と、まあ、書き取りのみの年が、ありますね。で、記述に関して、なんですが、割とそのこういうことを答えなさいっていうことをある程度指定される、形となっております。ただそれに合わせて書く、にしても、割と文章の難易度が高く、要求される回答の、難易度も高めなので、まあかなり国語の難易度は高めの、入試となっております。で、対策として、まあ、国公立標準問題集、キャンパスや現代文読解の開発講座、こちらなど、まずやっていくことは前提となりますが、まあ、ちょっとそれだけでは、書けないなという、場合には得点ダッシュなど、まあ追加でやっておいた方がいいかとは思います。まあキャンパスまでやって、その後過去問のやり込みをすれば書けなくはないとは思うんですが、ただまあ国語がちょっとやっぱり回答記述自体あんまり慣れてないなっていう場合には、得点ダッシュなども追加しておいた方がいいと思います。で古文に関してですが、割と古文に関してはですね、時代背景というか、古文常識なり文学史、その作品だったりとか、そういった部分の知識や和歌の習字法などというような、割とその敏乱だったり、その常識的な部分での当時のですね、が必要になってくる問題が多いです。で読解での現代語で訳す問題や説明問題、ももちろん出るんですが、それプラス知識が絶対にいます。で、読んでみて覚える古文単語、を単語帳で使っている場合には、まあ様々な部分対応はできるんですが、ただその背景知識などをつけるという意味では、マドンナ古文常識や、読み解き古文常識など、ですね、追加でやっておいた方がいいかなとは思います。で文学史に関してもですね、まあ作品の、背景知識多少なりとも入れとかないと、まあちょっと解きづらいなという問題も、出てきたりはしますので、こちらも知識として入れておいた方がいいでしょう。年度によって出題自体がされている年も、ありますし、まあ出されてない年もあるという形ですが、問題集としてやり込んでおくものとしては、まあ国公立標準問題集キャンパス、やっておけば十分だと思います。ただまあそれ以上に習字法など、や古文常識、このあたりの、まあ、ちゃんと入れることですね、を重視しておきましょう。で、まあ、できれば敏乱なども使っておけるといいかなと思います。はい、以上が国語の勉強となります。